スタートしましたまず先攻争いは6番レゴリス左右1、1番3ーレター真ん中8番ベッサメモー7番プーンターレナスも出てきました大外は14番富士うき差がなく10番ボイラーハウス11番フォーキャストも出てきて後位グループ先行グループ1段このグループに13番マイネル・レンカが続いて1番3ーレターはこのグループから少し引いて1コーナーをカーブしていきます 先手は8番ベッサメモーリード1馬身で2コーナーに差し掛かります14番、ジコうキが2番手6番、レゴリスが3番手外目4番手が11番フォーキャストまもなく向こう上面に入ります5番手、並んで13番マイネル・デンカ7番、プンターレナス23馬身空いた中段は中段インコースに控えた1番、三球レター並んで10番、ボイラーハウス15番、ナリノペッパーが。 その後ろを追走しています9番キー・スペシャルが中段よりも後ろ向こう上面中ほど800を切りました後方4頭は4番鳳凰セレシオン2番フォーチュネートが上がっていって3番リネン・コジーン12番のトミケン・レゲンダ1頭最後方ポツンと5番の鳳凰ーールヴ最後方です3コーナーのカーブ 8番ベッサメモを先頭リードは4分の3変わりません14番、富士高きが2番手を押しています3番手、外目が11番フォーキャストインコースが6番のレゴリス13番、マイネル・レンカ5番手追走400を切って4コーナーその後ろのグループからはナリノ・ペッパー鳳凰セレシオンが押し上げて4コーナーから直線先頭8番、ベッサメモー逃げていますが2番手から捕まえる13番のマイネル・レンカ 200を切ってマイネル・レンカが先頭に変わった3番手が一戦で藤こうきオーセレシオン間からナリト・ペッパー追い込んでくるボイラーハウスこれらが2番手にも迫っていきました先頭は完全に抜けたマイネル・レンカゴ輪2着は接戦10番ボイラーハウス8番ベッサメモー4番ホーオーセレシオンこの3頭の2着争いかと思います